皆さんこんにちは、認知症とお金の問題を解決する専門家の横田です。今日ですね、事例をご紹介したいと思います。でこの事例がですね一番多い事例になります。この事例のですね、まず早速いきたいと思うんですけど、こちら鹿児島出身の老夫婦と、お孫さんとですね歩いているシーンが映りました。こちら、鹿児島出身の方ご存知でしょうか。ご存じないですか。ご存じない。大変失礼しました。こちら私の両親でございまして、映ってるのはですねちょっと小さい時のですね私のですね長男になります。で長男も大きくなりましてですね、実は今年ですねマウント富士山ですね登ってまいりました。私の息子自慢そうじゃございません。実際私がですね、チアウト家族信託をした事例をご紹介したいと思います。私の両親ですね、78歳になります。鹿児島出身です。9人兄弟でして、実は80歳を超えたですねおじおばが何人かいるんですけれども、そのうちの3人は実は認知症になってしまいました。一人は昨年亡くなりまして、一人はまだ今寝たきり状態で、意識がない状態です。もしすると遺伝なのかもしれません。80歳過ぎたらうちの父親も認知症になるかもしれません。そう考えました。認知症になりますと、財産が凍結して家を売ることができなくなってしまいます。もちろん私は後見制度、これは使いたくないというふうに考えております。私はですね、今日は YouTube 通じて皆さんにこの家族信託をご紹介しておりますが、毎月1回、2回ですね、こういったセミナーを開催をしております。仕事を毎日しております。そして、実は私、次男がおりまして、次男がですね、実は2歳になります。保育園に送り迎えをしております。そしてこれはですね、人それぞれだと思いますが、家事、夫婦、共働きでやっておりますので、家事をしないとなかなかうまくいかない。これは私だけのケースかもしれませんけれども、そして、大事な両親のですね、当然面倒を見たいと思ってます。しかし突然介護がやってきた場合、考えただけでもゾッとします。数年前まで私はですね、この介護という問題は私は他人事として捉えておりました。テレビの世界だと思っていたんですね。しかし今自分事として捉えております。私のですね、今日見ている方、私の年代の方多いと思いますけれども、私の世代、おそらく育児、教育費、生活費、住宅のですね、お金がどんどん下の方に流れていく、そんなイメージがあるんじゃないかなと思います。そして、両親はですね、おそらく70代後半から80代の方が多いと思います。介護費用、治療費、生活費がかかってきます。しかし、そのお金は当然、自分の両親のお金から出ていくというふうに考えていると思います。まさか自分たちがですね、このお金を出すなんて思ってない、想定していないはずなんです。実際財産を凍結してしまいますと、育児のお金を出しながらも、両親のためにお金を出していかなくちゃいけない。これダブルケアというんですね。もうちょっと表現柔らかくしますと、サンドイッチ世代とも言います。こうならないことを私は願っておりますが、皆さんはどうでしょうか。こういうですね、事情がありまして、私はですね、父親と家族信託の契約を交わしております。家族信託は全部の財産をしなくてもいいんです。私の場合はですね、私の場合といいますか、父親の場合は自宅だけを信託にしたんです。そうすることによって、いざという時に判断能力なくなっても自宅を売却することが可能になります。それを介護費用に充てることができるんです。非常にシンプルなんですけど、非常に我々子ども世代にとっては非常にありがたい制度なんです。しかし、ここちょっとから集中して聞いてください。もしご両親がお二人ご健在であれば、どちらが先になるか、認知症になるかって分からないですよね。でもし母親が先に認知症だった場合、通常であれば配偶者に全ての財産をですね、お父さんが亡くなった場合に分けるというケースが多いと思うんですけど、分けることができるんでしょうか。これは私のですね、家系図になるんですけど、先に母親が認知症だったケース。で、その後に父親が亡くなるケース。このパターンが実は一番多いんじゃないかなと思います。そうすると相続人は3人になります。
配偶者であります母親と子供2人になります。まあ、そうすると財産を分けることができるんでしょうか。遺言書を書いてなかった場合には、これ実は遺産分割協議をして財産を分ける形になります。しかし判断のない方が1人でもいると、これが成立しないんですね。まあ、違う表現で言いますと、父親が亡くなった時点で実は瞬間凍結と私は言っております。もうどうにもならない状態になってしまうんです。で、この瞬間凍結を回答するためにどうするのか、ここで実は貢献制度が出てくるんです。まあ、私と姉がどちらかがですね、申し立てをすれば貢献人をつけることでできるんです。このケースで言いますと、ほぼ職業貢献人の弁護士や証書士がついてしまいます。で、この貢献人の方が母親の代わりのためにですね、この遺産分割協議を成立させるために署名捺印をするんですね。で、請求する財産分は当然法定相続分の2分の1だけになります。まあ、そうすることで後見人は、母親の財産を守ることができるんです。まあ、そうすると遺言書を書いてなくて母親が判断能力がなかった場合は、自宅ですねの半分は、まあ、後見人がついている状態になってしまうんです。まあ、そうすると自宅を売却するためには家庭裁判所の許可を取らないと売ることはできなくなるんです。手間とそして時間がかかってしまうんです。まあ、もう少しですね、ちょっと分かりやすくしたこのスキーム図になります。財産を持っているのは父親、そして預けるのは父親ですよね。そして管理するのは最初は私です。まあ、確か私もですね、何か事故で亡くなってしまうかもしれません。そのケースを想定して2番目の第二受託者というものをつけます。このケースで言いますと、私の姉が第二受託者になります。そして財産を持っている父親です。そして亡くなったケースと言いますと、ここなんですね。売却をしなかった場合、自宅はそのまま母親に承継されます。そして母親はですね、もし認知症になってしまって介護施設に入った場合は、そこで私は自宅を売却するカードを持ってますので、売却することが可能になるんです。そして母親が亡くなりましたら、信託が終了して、まあ、今回の形成と言いますと、私、長男にというふうになっております。で、私がその時亡くなっていた場合は、私の長男もしくは次男に渡すということも設計することができます。で、こちらも後で変更することも実は可能なんです。そうなんです。気づいた方も多いと思うんですけども、家族信託をすることによって、実は遺言の機能もあるんです。そして財産の分け方も信託を通して決めることができるんです。亡くなってから遺産分割協議をしなくてもいいんです。生前誰に財産を分けるかにすることによって揉めることも回避することが可能になるんです。まあ、実際ですね、この不動産、まあ、自宅を信託した場合はちゃんと不動産の登記をします。所有権移転そして信託って書いてありますよね。まあ、そうすることによって私が今ですね、この登記簿上ですね、私が財産管理する人というふうになっています。まあ、そうすることによって判断能力なくなっても、まあ、司法書士の本人確認は私だけすればいい形になるんです。まとめに入ります。高齢の母親と父親のセットのですね、認知症対策ができてしまうんです。そして親が認知症になっても実家を売却することはできるんです。そして介護費に充てることはできます。そして3つ目、共有問題を回避することもできるんです。まあ、姉はですね、今香川に戻りますので、戻ってくることなければですね、やっぱり揉めてしまう可能性があります。まあ、こういった問題はですね、まあ、先の話ですけれども事前に回避することができるんです。実はもう一つですね、実はこの効果があります。意外で嬉しい効果があります。これ何か、家族の絆なんですね。通常ですね、遺言といわれる、まあ、相続対策の一つがあるんですが、遺言はですね、公証役場に行って手続きをしたり、もしくは自分で自筆で書けばですね、遺言を書くことができるんです。特に家族で話し合う必要がないんです。しかし家族信託の場合はですね、家族会議を開かないと手続きをすることはできないんです。まあ、実際私のケースですが、今ですね、介護やですね、将来の生活費についてですね、両親の生活費をどう工面するかということに対して姉と話し合ったことはもちろんありません。まあ、父親とも話したことも当然ありません。なかなか聞けないですよね。
しかし家族信託、認知症になった時の問題をですね、一緒に家族で話し合うことによってですね、自然と海水を重ねることによって、実は家族の絆を深めることができました。まあ、将来ですね、向かってどういうふうにしていくかということですね、目的を家族全員で一致させることができたんです。まあ、私はですね、たくさんのですね、皆さんの家族会議に呼ばれます。今もですね、たくさんの家族会議が開かれております。家族会議を開くことによって家族の絆をですねまた深めてほしいなと思います。以上ですね、認知症とお金の問題を解決する専門家の横ではですね、今日私のですね一番多い事例をご紹介しました。毎月ですね、詳しくもですねこの事例以外でもご紹介しております。セミナーご希望の方はこの下のですね家族信託のチャンネル概要の方をご確認ください。そしてこの話もしよければですね、家族信託のですね、チャンネルがございますので、そちらの方、登録の方をポチッと押していただきたいと思います。以上となります。